勝利直近跳びを行います。いいね、はい、はい、違うです。キャプテンキングを勝利に導いた酒井秀光騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。さあ、キャプテンキングを重賞2勝目となりました。今日乗ってみて違ったんでしょうか。そうですね、前走初めて騎乗させてもらいまして、前走休み明け2戦目でちょっと正直7、8分の出来だったんですけど、今日は、まあ、調教先生が乗ってくれてるんですけど、あの前走よりは状態もいいって言われてて、返し馬乗った感じで、まあ、これなら今日自分がミスしなければ負けないなと思って騎乗しました。素晴らしい。ではレースについて振り返ってまいります。まずスタートはいかがでしたか。そうですね、一番の不安があるとすればスタートだったので、まあ、集中して出しました。はい、道中なんですが3号馬の後ろで木を狙っていました ね、 ね、そうですね、前より今日の裏の馬場も考慮して後ろが空いてたなと思ってたので、まあ、前も捕まえる位置で、まあ、後ろ今日気にして乗ってました。4コーナー過ぎに先頭に立ちましたが、あれは計算通りだったんでしょうか。そうですね、あの余裕もあったし、まあ、勢いつけて、直線も短いですから浦和は、はい、勢いつけて惰性で行こうと思って、はい、もう4コーナー手前からアクセル踏みました。短いながらもそう広げてらっしゃいましたね、うん、そうですね、もう手応えもすごい良かったし状態も自信あったので、もう4コーナーの時点ではまず負けることはないだろうと思いました、うん、はい、そしてゴール板前なんですが非常に余裕を感じましたが。そうですね、もう余裕ありましたね今日は、はい、船橋記念への優先出走権をこれで手にしました。ますます楽しみですね。そうですね、次走はまあ先生とオーナーと相談してからになりますけど、まあ次走も騎乗させてもらえれば嬉しいですね、はい、それでは本日寒い中応援してくださいましたファンの皆様へメッセージをお願いいたします。今日はご来場ありがとうございます。まあ、これからも頑張りますので馬、人馬ともに応援よろしくお願いします。頑張れ。ありがとうございました。